ャンプ流配管カラー作画以上はとりあえず始めます。クラピカですよね。仕事したことないんですけど。
きこの程度かなという感じですね。そうですね、なるべくこの下書きをやってる間にやる気を出す、なるべくもう色まで一気にいくぐらいの感じのテンションにしようかなというのが、まあ精神的な方の部分で、あとはまあこれを書きながらどんな感じの色にしようかな、服は本当はベタなんでそのままベタにしたいんですけど、まあせっかく色だし青を残りの混ぜながらやってみようかなとか迷ってるのをこう整理する作業ですね。基本的にはまあ最終的には全部消す感じになるものなので、もう本当にこの間に、次の作業のことをいろいろと考えてますね。この下書きをした後に、さらにサブの線、ちょっとこのミリペンでですね、一旦線をある程度なぞっておいて消して色を塗って、で色塗りが終わった後に本域のペンをやるっていう風な、なんかそんな作業がこのアクリルを使うときはやったりするので、なのでなるべくここのところであんまり神経使わないような感じで、作業が多いので集中力が持つようになるべくちょっと簡単めに。じゃあ次にプレペン入れ、基本的にはこの一応書いたやつを残したいので、残るように線が残るように本当に簡単めに、全体じゃなくある程度のところ、最終的には本当のペンで消えていくものなのですが、下書きを消しつつ一応形を残しておくために大まかなところを邪魔にならない程度の感じでなぞっていきます。他の先生でも作業的にはこの後ペン入れをして、はい、彩色というのが、まあ、一般的というか、今までだとすると、はい、私逆になりますね。色を塗った後にペン入れ、それは何か理由というかあるんですか。多分使ってるやつが水性で色塗っちゃうとにじむから、多分ものすごく筆圧が強いんですよ。なのでこの紙を相当傷つける感じのペン入れをするみたいで、おそらく綺麗にペン入れをする先生方よりもなんだろう、にじんじゃうかなという。このやり方はもうずっと昔からやられてる。ですね、そうでもないですね。このミリペンを一応本当のなんだろうペン入れみたいな感じでやった時もあるんですけど、やはりそれだと線が弱いっていうのが自分の中でちょっと書いてて気持ち悪くて、なのでいろいろと試した結果今に至っているというところで、そうですね、でちょっと線足りないなと思ったら少し足してはいくとは思うんですけど、それもあんまり増やしてはそれほど増やしてはいかないと思うんですが、一応消しながら本来ちょっと線乗せておきたかったところの忘れなどを一応入れつつと、普段は消しゴムの
けはするみたいなんで、鉛筆の線が出ようが出まいがあまり気にしないので、きっちりはこう消していかないんですけど、であんまりやりすぎると毛羽立ってきて、どんどん色のノリも悪くなってしまうので、まあこのぐらいでとりあえずは一応プレ段階が完成ですかね。はい、それでは色塗りを開始します。使う画材はアクリルですね。これはまあ何回も重ねて塗れるのと、ちょっと失敗したなと思うところも修正できたりするので、自分の中では、一番使いやすいというか、失敗を恐れずやれるというふうな感じのやつですね。ただ一番大きな理由は目についたからという画材探して、あこれあったで見てみたら全部色が揃ってたと、それが一番大事ですね。はい、色を決めるのも全然決まりがなくて、肌色もその時なんとなく使いたいなと思ったものを適当に出す感じです。これも上でなんかうろうろして見つけてきた筆です。もしかしたらこれ用の筆じゃないかもしれないです。なんかこういう時に使うやつじゃないぞっていう風な感じの、ご指摘があったらその通りですと、はい、それ用じゃないです。先生によってその環境カラーカラーが息抜きというか、はい、すごく楽しみだという方もいらっしゃると思うんですけど、いやー素晴らしいです、はい、もう本当に好きなんだろうな色を描くのがっていう風に本当に生き生きと描いてらっしゃる先生確かにいますよね。そういうの見てると羨ましいって思いますね。なんか色に関してもこういろいろあると思うんですけど、配色だとかその混ぜる混色だとか、そのどれにも才能がないんですよね。本当にあんまりこだわりがなくて、主人公の髪の色も本来はあんまりちゃんと決まってないとか、それはあえてこう設定をしないようにしてるんですか。なんて言ったらいいんだろう、一応決めてるつもりではいるんですけど、途中で飽きるというか、もうちょっとこの色じゃないの塗りたいなっていうふうに思ったりする時があるんですよね。だから一応色として決めてはいるんですけど、なんだろう、じゃあその登場人物の髪の色は何色ですかって言われた時に、ね、これですって自信を持って言えないというかですね、はい、漫画を描くことの中で一番、はい、こうなんていうでしょう、好きな作業というか、ダントツにネームですね。しかもそのネームの、いわゆる前の段階のどんな感じにしようって考えてる時がピークですね。だから一番最初の作業がピークなんで、どん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 テンションが下がっていくというか本当にその後の作業が、なんだろう、本当に作業になってしまわないように、いろいろと自分の中で工夫をしたりしてはいるつもりですね。なのであれもうあれは乗ったのかな、なんか考えてる時はとっても楽しかった、その見開きの絵っていうのも各段階になって、うわ大変だなって思った時はわざともっと大変なことをじゃあやってみようと思って、なんか点描をやったりとかね、その見開き1枚で全部じゃあ点描でやってみるかみたいなことをやると、そのページだけで結局4日かかるとか、なんか
そんな感じで。一番好きなのは話を考えてる時ですね。
こんな感じで、一旦色塗りが終了して、この後ペン入れをしてさらにちょっとだけ色をのせてみたいな作業ですね。基本はすごく汚い色が好きなので、どんどん混ぜて、落としていきたいんですよね、その鮮やかな部分っていうの。でもそれをやりすぎるとただ汚いだけになっちゃうっていうのがあるので、まあなるべくそうなる前にやめてしまおうと。アクリルがすごくいいのは乾いて使えなくなるんですよ、はい、なんでもうそれが乾ききる前に、やめられるという。だからなるべく少しの量出して、その中で収めるっていう風なところが一応自分の中で決めてることですね。それでは、本番のペン入れを始めます。この線を入れることで一応絵がしっかりとシャープな感じに、仕上がっていくと思います。左の端っこからいったのは万が一なんですが、使ってるこの紙もですね、そこら辺から取ってきたもので、最悪ペンが乗らない可能性があったので、その場合は違う画材を使うことも考えて今一応やってみましたが、一応いけそうです。
これ以上足していくと多分下っていくような気がするので、はい、こんな感じですね。そうですね、やっぱり先前はペン入れをしてたんですけど、そうすると濃くのせたところがどうしても、重せがぼやけてしまって、上から塗り直すというか、ペンを入れ直す作業が入るので、どうせだったらもう最後にやった方が全体的にシャープになるなというので、長くやってた結果最後というふうな結論に達したということですね。本来もうちょっと乱暴に早く引くんですけれど、そうすると引っかかった時にやはりもうすでに色を置いてますから、にじんだりとかですね、台無しになってしまうことがあるので、やはりそこら辺あたりを気をつけて、普段よりかは筆圧を抑えめに、スピードもちょっと抑えめに、滑らすようになるべくやれるように、それだけ心がけてます。本当はここからダラ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 こういろいろ足していきたいところなんですけれども、おそらく出来上がりとしてはこれが100だと思ってやってます。足していきながらもどんどんクオリティ的には落ちていくのが、まあ、自分の癖なので、まあもうちょっとシワというかですね、陰影というかそういうふうな部分を丁寧にやれたらいいんですけど、まあそこら辺あたりは、流れで勢いでやった方がうまくいくというのはもう今までの経験上あるので、まあ超人気なんじゃないですかね。はい、ジャンプ流変身創作の現場から。じゃあ先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、はい、それでは、こちらが仕事場になります。普段私が仕事しているスペースがこちらですね。で、手伝ってくれているスタッフが、常時5名という形で、もう今やってる連載の当初からやってくれている方もいますし、はい、あとは入って 1,2 年という方もいますね。いや、もうすごい優しくて、はい、お茶目な先生だと思います。いいこと言え、もっといいこと言え、あなたのこと、もう常にアンテナを張ってるというか、今日あんな静かな中で、書かれるなんてことほぼないんで、基本はもう情報を得ようと、貪欲に暮らしておられます。じゃあ作業中も結構そのテレビとか会話とかも多いんですか？あ、そうですね、結構和気あいとみんなでいろいろテレビ番組見ながらあーだこうだ言いながら遊んでやってます。スタッフの皆さんと円滑にこう仕事をするためにこう工夫していることとかありますか？そうですね、もともと口で伝えるのは、そんなにうまい方ではないので、できるだけ細かいニュアンスっていうのは、まあここにある見本を一応自分でやってみて、その時やってもらいたい背景の雰囲気というのは、こんな感じで違うやつを一応何パターンかやってみたり、あとそれからトーンを使う時の処理の、雰囲気もこちらの方に書いてみたりと、口ではなかなか伝わりにくいことは、自分で書いてみたり、あとは、まあ背景で自分の好きな作家さんのその濃さだったりその雰囲気だったりみたいなものが、大体この作家さんのこの黒さでみたいな、なんかそんな感じで指定を出すときはここら辺あたりの自分の好きな漫画の、汚しはなんか大友さんの感じでみたいな、そんな感じのを言ったりとかしたりはしますね。はい、ここら辺のはもう背景で、なかなか伝えにくいニュアンスをもう、こんな感じっていう風なので、
もう絵で見せる感じですね。で、まあ、背景カタログや何かはそのまま使えたりするので、まあ、もうそれはこちらの方が、そこの部分をコピーにとって、大きさなども、あとそれから、まあ、角度とかそんなの全部、決めた上でこれをやってくれっていう風な場合もありますね。こちらが、私が普段仕事をしているスペースですね。とにかくテレビの音が聞こえやすい、それが大事ですね。もうこちらの方で何か、気になることを言ったらもうすぐパッと、次の、何かに関係あるようなシリーズやらストーリーやらに関係あるようなことが言った時にもう見えるような感じですね。あとはまあ、すぐ散らかるので広ければ広い方がいいということで机を3つほど用意してますが、それでももう2つ埋まってますね、はい、これはまあそちらと全然、変わりはないんですけれども、頻度が高くてこちらの方に持ってきて、いる感じですね。よく使うやつと、あとそれから、そのストーリー上なんか使いそうだなと思うのも中にポツポツと混ざってたりもしますが、僕が好きで見てるのはこれ、顔の表情がいろいろと思ってるやつですね。あの各キャラクターっていうのはやはり自分の中で限界があるので、そうした場合はなかなか自分の描かないシルエットみたいなのが出てくると、それを、少し取り入れていこうというふうな意味で、いろんな年代のいろんな人種の人が載ってるこの本、すごく便利ですね。泣く泣くちょっとビニール外したんですけど、本当は見るか見まいかみたいなところで、はい、ものすごく迷ったんですけど結局見てしまいました、はい、先生にとって鳥山先生というのは、そうですね、あのまあ非常にありきたりですけど、まあ、神なので、はい、天上人ですね、はい、もうやはりジャンプでやっていて鳥山先生がいなかったらもうおそらくここにもいないというぐらいもう影響も受け、そして、まあ、目標ではないな、目標ではないけれどもなるべく近づきたい存在、なので今も、心の支えにして頑張ってます。まあ一応書くものは大体これで事足りる感じですね。何か道具にこだわりというか。こだわりは、特にないです。本当に手当たり次第そこら辺にあるものを使って、ダメだったらもうすぐそれをなんかこれ使えねってやって、あこれ使えるわって言って、じゃあ使えるからといってじゃあどこのメーカーのなんだっていうのは見ないっていう、という感じですね。なので、その結果一応生き残ってるのがカプラーペンですね、基本的にはいろんなものを使ってはみたんです。丸ペンも G ペンも使ってみましたし、あとなんか名前忘れました、いろいろ使ってはみたんですけど、最終的にやっぱり一番使いやすかったのがカブラだったと。そこのキャラクター表というんでしょうか。あ、こちらですか。そうですね、一応これから出てくるキャラクターと、その周りの人たち、出てくるかどうかもわからないですけど書いている人物表ですね。出てくるにしろ出てこないにしろやっておかないと忘れてしまったり、あとそれから、なんだろう、例えばもう15人までしか入っちゃいけないっていうところによくよく考えてみたら、顔の違うやつを全部数えてみたら16人になっていたみたいな、そういうミスがないように一応、書いている設定表ですね、はい、なので出てくる人もいれば出てこない人もいると。でもこういう風なやつの顔をいろいろと描きながら、妄想を膨らまして、その妄想の中から、今までやろうと思っていたこととは違うことが思いついたりもするので、私の中で非常に重要な無駄な作業ということですね、はい、各シリーズ始めるときはいつも作るんですか。あ、いえ、今回これやったのは初めてですね。一応ルーズリーフみたいなものにざっと書いたりすることはあるんですけど、もうこれは、一人の王子に何人の、警備と、お付きがつくみたいなルールが決まっ
てたので、そのルールが決まってるせいでやらざるを得なかった部分もあるやつですね、はい、これは、キャプテン翼のジュニアユース編のキャラクター表ですね。なぜこれを探したかというと、まあ、私の中の記憶では多分、このキャプテン翼の中のこのシリーズが、一番シリージャンプの中でシリーズ中名前のある人物が数多く出てたやつというふうに記憶してたからで、今回のシリーズでこれを超えることを自分の中での裏目標みたいな感じにしてるからですね。これが今やっている新しい シリーズの次の10話分といったらいいんでしょうか、はい、何枚か見せていただいてもよろしいですか。とりあえず、まあ、前本当は10話上げて、また少し、間を入れるみたいな感じの予定だったのが、腰を悪くしまして、それで中途半端に9話で終わってしまったというふうな感じの反省を踏まえて、先に、一応その10話分をですね、上げてしまおうというふうなことで、これはスタッフが頑張ってくれました。うん、はい、私じゃないです、はいはい、うん、こんな感じで、こっちは一応これが見開き書いたやつか、こんな感じで、はい、やっております。昔の原稿を発見したんですか、はい、あ、そうですね、はい、ちょっと手に取って見せていただけますか、はい、まあ反省を踏まえて置いてるのかなっていう感じの、あ、ここら辺あたりはまだきっちりやってますが、これの下の方とかですね、基本的にネットがざわつく感じの、はい、仕上がりになっている絵のやつです。半日ぐらいで多分原稿を19枚上げていた時のやつですね、ネームを考えるのが好きなもので、とにかくそっちの方に時間を割きたいと思ったら、どん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 原稿の方に使う時間がなくなった結果、もうここまでしか待てませんって言われるギリギリまで、時間をいただいて、その結果ここにあるミリペンで上げたっていう感じの回です、まあ、その時のテンションやらそういうふうなことを大事にしてそのまま載せてたりもするんですけど、どうなんだろうって思って今ちょっとここに置いてる感じです、はい、はい、そうですね、まあ最初は本当に、ただの夢だったんですけれども、現実にやってみると、あの今でも夢の中にいるみたいですね、なので少年ジャンプというところは私の中では、現実の中にいながらずっと夢の中にいれる世界という感じですね、なのでこれからも、頑張って、その中に浸っていきたいなという感じです、まあ今紹介したその作画スタイルだとかそういうのを見ると、どちらかというともう、僕のやり方は古いやり方だと思うし、それから考えるのにももう時間をかけたり、そうやって習慣のスタイルとはもう合わなくなっているのは自分でも分かっているので、できれば、若い人たちには、多少無理をしながらでも頑張って、なんだろう、自分の好きなものを画面に思いっきりぶつけるっていうことを、スタイルは変わってもその気持ちだけは持ち続けてやってほしいなっていうふうに思います。なので、私が言えるのは、なるべく好きなものをいっぱい作って、俺はこれが好きなんだっていうことを、原稿にぶつけられると、読んでるこちらはやっぱりそれ感じ取ることができるので、そういう漫画をもっともっと読みたいと思います。なので、これから、漫画家目指している人は、
自分の好きなもの、読者の人に発表するつもりで漫画を描いてもらいたいなと思います。ジャンプ流実技漫画テクニック第21回エフェクト編爆発。今回は漫画でよく使われる爆発の描き方を学んでいこう。まずは大まかな当たりをつける。小さな煙の塊を意識しながら描いていこう。中心を決め、そこから爆発の方向を決めていく。方向に沿って飛び散る破片や煙など細かな部分を描いていこう。爆発の勢いを表す線は中心から外に向かって描いていく。続いて爆発に影をつけていこう。影となる部分を下書き。続いてペン入れ。影の斜線も爆発の方向を意識して描いていこう。下書きを消しゴムで消していき、全体のバランスを見ながら塵を描いて調整すれば爆発完成。